準々決勝で日本と対戦する。スペインの懸念材料がこちら。スペインの懸念材料として脆弱な守備が挙げられている。不注意なミスを犯して、3試合全てで失点していることは、日本にとって有利に働くかもしれない。サンティデニア監督も当然そのことを自覚しており、日本戦に向けてその点を改善すると強く訴えていた。練習中に選手とコーチングスタッフとの間で、あんなに失点してはダメだ、と何度も話されていたことは、守備に対する危機感の表れと言えるだろう。スペインはまた、ここまでボール支配率で相手を上回ってきたが、サンティデニア監督がウズベキスタン語に、パス回しのスピード不足に不満を持ち、そのクオリティに納得していない様子だったことも、懸念材料となるかもしれない。スペインも攻撃陣の凄さに比べたら、守りは弱い、日本は点を取れると思うよ。ただスペインよりも取れるかは、やってみなければわからない、素晴らしい試合を期待しています。スペインだけが2試合とも一番早い、15時キックオフだったことは、いまいち乗り切れない戦いに影響していると思われ、今日の試合は初めてやや遅い時間になるので、フルパワーのスペインがより長く続く可能性がある。国防がゾーンに入ってるので、十分勝機はあるだろう、勝てば一気に波に乗れるな。もう波には乗っている、それを止められるかもしれない、強敵だということだね。難しい相手だけど信じて応援するのみ、そろそろサッカーでメダル取るところみたい。エジプト戦敗戦とはいえ、ターンオーバーで主力組の体調は万全、超手強いね。スケール隙は記事にある通り、全試合失点している守備陣か、日本は逆に鉄壁、矛と盾の戦いになるか。今日はワクワクが止まらないが、スペインに勝つために、大谷さんのゴミ拾いの徳を積むに倣って、そこら中を掃除などして日本の勝利祈願をしている。今日はとにかく、ちゃんと見れる時間で、ありがたい。